ミュージカルコールが、終わりました。はい、僕は左目役を演じさせていただいた木村達成と言います。水面役を演じました田村めいみです。踊り場役ひなみふうです。どうですか感想。おう、どうですか。いや緊張しましたね。緊張感はね、あったよね。だけどなんか一番感じたことない空気を感じなかった、舞台のその時。そうですね、無音がそう、やっぱり新鮮でしたね。新鮮、新鮮でした。そうね、お稽古もさ、すごい猛スピードでやってきたから、なんかあんまりその無音みたいなのをこうひしひしと感じることは少なかったけど、うん、今日すごいすごかったですね。客席が本当に誰もいなくて、かなり緊張はしましたけども、うん、まあ、楽しかったですね。楽しかった、うん、楽しかったです、うん、なんか最後歌ってる時はみんな生き生きしてたような、そんな覚えますね。生き生きしてた、はい、うん、でもなんか開演前に結構時間があったじゃん、はいはい、これは秘話ですね。そう、秘話になりますが、そう、開演前に結構すごい時間があって、それがなんか一番盛り上がったかもしれない。そう、盛り上がりました。カーテンコールでね、うん、最後めいみさんがね、そうですね、どうもありがとうって言ったのは、実は開演前にみんなで何をやったんでしたっけ。いやもうそれはあのソーシャルディスタンストランプをやった。そう、ソーシャルディスタンストランプでかなり距離があったのね。めいみさんが負けまして、うん、罰ゲームは最後カーテンコールが終わった後に、うん、どうもありがとうっていうね、ちゃんと言いましたよね。言ったけどほぼ聞こえなかった。もう聞こえなかった。マイク入ってなかったね。入ってませんでしたね。でもそう、でも気持ちは伝わってると思うんで、今最後にやっていた方がいいんじゃないですか。本当にやめましょう。本当にやめましょう。出なくて大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ということで、ね、うん、なんかまたみんなで ね作品作れたらいいですね、うん、はい、そうですね、うん、はい、まあなんか無観客で生配信ではあったけど、うん、やっぱりなんかね、うん、お客さんが入った時のエネルギー感とかは全然また違いますから。全然違うし、全然違います。なんか特にこうカーテンコールでみんなでお辞儀した時にすごい感じた、うん、なんかあんなに達成感あるはずやのに寂しさを感じるっていうのは、そうだよね、うん、なんか感じた。お客さんがやっぱり帰ってきてほしいなっていうのはすっごい感じたって思いました。こうやってやっとお辞儀したんですけど、うん、いないね、一番大切な人たちがいない、うん、なんかこう作品を作る上で最後の一ピースがやっぱりお客さんの、うん、お客さんだと思う。おっさん、なんかすっごい感じた作品じゃなかった、うん、こんなに多分感じれることってないよ ね、お客さんがこんなに大事っていうのが、うん、すごい思ったよね。なので早く、うん、できるだけ早く、うん、お客様の前で、僕らは演劇という作品を、届けていきたいと思います、うん。東宝ミュージカルラボ、お楽しみいただけましたでしょうか。東宝ミュージカルラボは7月13日月曜まで、まだまだご覧になれます。最後までぜひお楽しみください。どうもありがとう。イエイ。